皆さんこんにちは、加畑雅典です。浅見遥香です。今日の太鼓チャンネルはとあるイベントの模様をお送りします。とあるとあるとあるとは、うん、とはとは、まあ今回のまあキーワードとしては手作りっていうとこかな。は手作り、うん、え、そう、あの太鼓手作り、そう、くり抜いてこう、ああ皮張ってこう、あ、置いてて、はいはいね、ちょっとえ、まあ、楽しみにしてていいのかな。そう、もうね、うん、お楽しみにっていうとこ。わかりましたね、はい、じゃあ元気に行ってみようか。太鼓チャンネル、今回は埼玉県埼玉市の市民会館大宮で行われました。果たして手作りとはどんなものなのか。今回のテーマが手作りということでしたが、うん、どういうことなんですか。それはね、はい、今回のイベントは出演者でもあるスワンドの生徒さん自身の手でイベントが行われているということなんだよね。自分たちでですか。そう、見て、すごいですね。ね、すごいでしょ。こうやって太鼓を運んだりも、そうそうそう、自分たちでするんですか。うん、搬入からね、うん、このね、組み立てまで全部、うん、ほら見て、これ、あ、本当だ、これ大変だと思うよ。作られていくんですね。そうそうそう、そして会場、ここで受付をしているのも生徒さんたちなんだね。こうやって生徒さんが一つ一つ準備を行っているからこそ手作りというわけですね。そういうこと、うん、果たして手作りいっぱいのイベントで生徒さんたちはどんな演奏を見せてくれるでしょうか。キッズ A 金曜土曜合同クラス、つまずきも笑顔に変えて元気に進もうというこの曲、うん、かわいい天使たちのハッピーな演奏をお楽しみください。ドリーム男組、その名の通り夢の男組、かっこいいな、うん、曲打ちが得意なこのチーム、今回はね、組太鼓でバッチリ決めてくれたよ。小泉疾風の会、1年という長い期間をかけて練習してきた楽曲、大太鼓に真摯に向き合ってきた躍動感あふれる演奏をご覧ください。チーム響き、小学校低学年から大人までが一緒になって息の合った演奏を披露してくれました。青梅マラソン応援合同チーム、毎年2月に開催される青梅マラソンの応援太鼓のために結成されたチーム、ランナーを勇気づけるかのごとく力強い演奏を披露してくれました。
101-102寄せ集めチーム、長堂太鼓と締め太鼓、この2つの響きで心地よい息の合った演奏を披露してくれました。アトラクティブ、見せるということをテーマに基礎と表現を何度も何度も繰り返し練習してきました。思いを形に、心で打つ和太鼓を。レインボー、太鼓が大好きだというそんな気持ちを表現すべく、ぶち合わせ太鼓を披露してくれました。ワークショップ厳しい太鼓森チーム、大太鼓ならではの大きい音、深い響き、そして組曲ならではの揃いを目指し、大太鼓打ちとしての磨きをかけています。トラディショナル、月1回のワークショップとして練習に励み、自分たちの味、そして深みのある演奏ができるよう頑張ってきました。会場は盛り上がってました。小川組、愛、そして絆。発表会まで8回しか練習がない。大太鼓やったことない。土壇場の練習でインフルエンザにより先生お休みという先生の愛を受け止め、生徒さんは頑張りました。スワンド発表会、続きはまた次週。今後のイベント情報、まずは4月29日に和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。出演はご覧の方々、迫力のある演奏が間近で見れる絶好のチャンスです。この機会にぜひお越しください。そして5月3日には太鼓祭り in 群馬こどもの国が行われます。今回は計8団体が出演します。出演者たちの熱い演奏をぜひお楽しみください。そして5月19日には太鼓祭り in 東秩父村が東秩父村和紙の里で行われます。出演はオンデコ座をはじめ4団体、豊かな自然環境の中で太鼓の演奏を見れる良いチャンスです。この機会にぜひご堪能ください。ここで出演者募集のお知らせです。9月16日に行われる太鼓祭り in 豊田
第2回西日本大会の出演者を募集しています。募集団体は組太鼓の部で8団体、そして今年から新設された組太鼓ジュニアの部で8団体です。そして9月22日に行われる太鼓祭り in 呉屋鴻巣第6回東日本大会の出演者も募集しています。募集団体は組太鼓の部で8団体、そして組太鼓ジュニアの部で8団体です。締め切りは両大会ともに5月31日まで。詳しくは日本太鼓協会ホームページまで。ここで耳寄りなお知らせです。日本太鼓協会が発行する和太鼓教本素晴らしき和太鼓の世界が発売されました。解説 DVD 付きで価格はたったの1000円。詳しくは日本太鼓協会まで。この機会にぜひどうぞ。太鼓のイベントいいですよ、すごいですよ。皆さんもぜひこの機会に太鼓の世界に酔いしれましょう。さて次週の太鼓チャンネルは引き続き太鼓フェスティバルスワンダ発表会の様子をお届けします。ほんとね、どんな演奏をまたね披露してくれるのか楽しみ、楽しみですね。皆さんもぜひお見逃しなく。それでは太鼓チャンネルまた来週。そして番組では太鼓に関わる皆さんからのビデオレターを大募集。ご覧の宛先までご応募ください。